んにちは、フィールドスタッフの竹島と申します。大阪湾でボートシーバスをメインに活動させていただいているんですけども、去年皆さんご存知だと思いますが発売されましたビッグバッカー107、各自でかなり猛威を振るっているということでかなり嬉しいことですね。簡単にまた特徴を直接説明させていただきますと、バラシの軽減されました、このトリプルスリーフックシステムですね、それと、ベイトフィッシュライフの大きさでちょっと大きいと感じるかもしれませんけども、この大きさが、シーバス大型特に、釣れているという評価を上げられている方が多々いらっしゃいまして、自分も含めね、嬉しい限りでございます。それともう一つ去年気づいたことなんですけども、青物、佐原、浜地、根城までかな、あとは、佐護市といった青物に関しても、かなり評価を上げられているということで、ビッグバッカー107今年も多分大活躍間違いなしと思いますので、皆さんどうかよろしくお願いします。